先の清泉町に会長が盗んだものには稼げ元素資格でこの辺りを探し。この痕跡、会長か風スライムか。風スライムは飛べるから、これを踏んで飛ぼうとした人がいない限り会長のだろうね。風スライムでそんなことするやつがいるのか。とにかく、あ、なんだこれ。折れた木の枝に見えるね。このボロボロの布切れ、風元素の痕跡がある。この模様と編み方からして風の翼が破けたのかも。そんなんで風の翼だってわかるのか。これが会長のなら、奴の風の翼はもう壊れてるみたいだね。元素の痕跡はこの先に続いてる。会長はこの先に逃げたのか。ここで考えてても始まらん。旅人、痕跡を追ってみよう。お、なんだか騒がしいな。戦いの音だ。まさか会長。早く行こう。や、元素の痕跡がないみたい。うん、ただの枝だね。やっ、死ね。なんだと。よかった、セピロス騎士団の人がいれば。何があったの。ヒルチャールに襲われてね。ヒルチャールに襲われた。小さな集落なんだ。でもそのヒル、それでヒルチャール、俺は逃げる。その人、何か、全く重い荷物を。その人がどこに。俺も逃げるので精一杯だ。なんとか手がかりをつかめたね。あ、そうだ、このけ、新しい実験対象。ひなせるか。いってらっしゃい。お、うん、行くぞ。おい、それ。お、ま、おい、ヒルチャールの他にも変な奴らがいるぞ。風の翼の作りを見た感じ、会長の仲間かも。でもなんであんなとこにいるんだ。確かにあんな下っ端じゃ私たちを止められないのに。こんなとこまで来るなんて。目印の元素が尽きたのかも。そっか、痕跡が自然と消えるのを待つ。そうはさせない。それに文化財も見当たらない。